二点投資図法による立方体対象者からの光線が画,画面を貫き視点に届く様子。投資図法の基本概念を表す。視覚芸術における遠近法は視覚的に遠近感を表現する手法の総称である。競技には遠近に表現法のうち平行線の収束を用いた投資図法を指す。本校では特に透視図法を解説する。人は 絵や画像といった二次元平面から空間の奥行きを感じられる。視覚芸術において本来空間が存在しない二次元平面に空間を感じさせるすなわち遠近感をもたらす手法が遠近法である。透視図法、別名線遠近法はその代表的な一種であり、しばしば遠近法とも呼ばれる。透視図法によって描かれた図のことを投図という。英語では 遠近法、投資図法、投資図などを総称して、パースペクティブといい。日本では、遠近法、投資図のことをパースと称することが多い。投資図法では、人の目には奥へ伸びる平行線が一点へ収束して、映ることに起因する人の奥行き近くを利用し、収束する平行線を描くことで、遠近感を起こさせる。 平行線が奥へ行くにつれ幅が短くなるため、透視図法を用いた、視覚芸術では、同じ大きさのものでも、視点から遠いほど小さい、同じ長さでも、視点との角度により長さが異なるといった特徴が、現れる。透視図法を実現する方法は様々ある。絵画や漫画では、消失点を設定して、 特定方向の平行線を収束させる点灯指図法がしばしば用いられる。三次元コンピュータグラフィックスでは平行線のみならず空間全体を行列演算により二次元平面へ落とし込み投資投影図を得ることが多い。写真は人の目と同様に一つの視点を持ち投影図を取るため投資投影図になっており構図として平行線が存在すれば 透視図法が成立する。透視図法以外の遠近法として、近くを明確に描き遠くを不明瞭かつ沈んだサイドで描く空気遠近法がある。人は平面に描かれた絵からでも、空間の奥行き、立体感を感じられる立体視経験則や、視覚研究により、様々な種類の視覚特徴が奥行き近くを生む、すなわち、遠近感をもたらすことが分かってきた。 視覚芸術に、これらの視覚特徴を埋め込むことで、作品に強い遠近感を与えることができる。視覚特徴を利用して、遠近感を与える、手法、技法の総称が遠近法である。利用する、視覚特徴、表現時の描画方法により、様々な遠近法が存在する。奥行きを生む平行ではない平行線と平行だが、奥行きを生まない線とし図法は、 人が持つ、すぼまっていく二本の直線が平行であると感じ、そこに奥行きを感じる特性に基づいている。図のように平行でない二本の直線があったとき、人はそれを平行線と認識する傾向がある。そしてこの平行でない平行線が近づいていく、方向に奥行きを近くする。奥行きを無線分が持つ特性を詳細に調べ、体系化し技法に昇華されたものが、 透視図法である。目線にある平行線の俯瞰図と目線より下にある平行線の側面図平行でない平行線に奥行きを感じるのは空間に存在する平行線からの入射口が目では平行に映っていないことに起因する。人の目はカメラのように空間から入射する光を検知している。ここで目と同じ高さに向こう側へ伸びる平行線があるとする。 平行線からの光が目に入る前に平面で切り取ると手前の点より内側に奥の点が映っていることがわかる。またこの平行線が目線より下にあるとする。側面図から手前の点より目線側に奥の点が映っていることがわかる。このように平行線からの光はそもそも目平行に入射せず奥ほど中央寄りに入射する。故に 人の脳は日本線がむしろこのように角度を持って、目に映った時に平行だと認知し、中央寄りの像が奥に存在すると知覚する。脳内で行われている処理は未だ不明であるが、角度を持った日本線を検出して、平行と認知している可能性や、脳内でこの歪みを補正する処理をした後に、平行検出がなされている可能性もある。いずれにせよ、 目によって空間を見る人は角度を持った日本線を平行だと認知しそこから奥行きを近くする。投資図法では空間の投影図と同じように歪みを持った図を描くことで遠近感を作品に付与する。すなわち遠近法の基本は視点の前に置いた投影面にそれを通過する光を映し取ることであり、それは 窓ガラスを通して見える光景を窓ガラス表面に直接描画することに似ている。ガラスに映し取られた図は三次元の光景を縮小し二次元平面上に変換したものとなる。透視図法で描かれた絵を用意し描く際に目として設定したポイントへ正確に固めを置いて絵を見れば実際の空間を見るのと同様の光が目に入ってくることになり、 脳が平行ではない平行線を認知することで絵から遠近感を感じる。平行でない直線は無限遠点において収束するが、この収束点を消失点という。まっすぐ地平線の彼方へと消える2本の線路を想像すればわかりやすい。異なる角度の平行線はそれぞれ別の消失点へ収束する。地平線へと伸びる線路。線路の先が消失点。 写真で見る遠近法。中央が、消失点。ペルジーノのこの、ペテロへの鍵の授与というフレスコ画では、遠近法が用いられている。この絵のある、システィーナ礼拝堂はルネサンスをローマへ伝える、役割を果たした。遠近法以前、絵画や線画などではその精神的主題によって、対象物を描き分けてきた。特に中世の美術では、絵画は、 写実性ではなく、象徴性が重んじられ、距離によって、人物を大小に描き分けることなどせず、ただ距離を表す、唯一の手法は、遠くの人物は、手前の人物の影に隠れることだけだった。もっとも、初期の遠近法は、紀元前5世紀頃の古代ギリシャで、舞台美術に使われたものだった。舞台の上に奥行きを与えるために、 平面パネルを置いてその上に奥行きのある絵を描いたという。哲学者のアナクサゴラスとデモクリトスはその投資図法に幾何学的理論を当てはめた。アルキビアデスは自分の家にこういった投資図を飾ったという。ユークリッドは投資図法に関して数学的な理論を打ち立てたが、これが現代の画法幾何学と全く同じものであるかについては論争があり、 定説がない。11世紀のペルシャの数学者で哲学者でもあったイブン・アルハイサムはその著作で視点に投影される光は円錐型をなすことに触れており、これは対象物を写実的に描画するもっとも基本的な理論となるものだった。だが、アルハイサムの関心は絵画ではなく工学にあったため、この理論が絵画に利用されることはなかった。 中世以後初めて投資法的表現を用いたのは、13世紀から14世紀のイタリアの画家、チマブーエピエトロ・カバリーニ、ドゥッチョ・ディ・ブオニン・セイニャラであった。ルネサンスの先駆者、ジョット・ディ・ボンドーネは、台数を利用した投資図法を試みている。しかし、線形比率の問題は等間隔に置かれた複数の線形間の距離が、 制限依存して減少することであり、各々の線形比率を決定するには、機能的な比率の適用が不可欠となる。これは20世紀になって、エルヴィンパノフスキーによって、初めて解決されたものである。ジョットは、作品、大祭司カヤファの前のイエスで、初めて自らの投資図法を利用した。それは、現代の画法規科学と同じものではないが相応の、 奥行き感を表しており、西洋絵画における大きな前進であった。ジョットの透視図法は精密の度を増してゆき、また、ジョットを受けたアンブロージョロレンツェッティは、遠ざかる平行線を一点で消失するように描いている。遠くにあるものが小さく描かれる。あるいは、描き手から遠ざかる平行線が互いに近づくといった表現は、イタリア以外の地域でも認められる。 初期フランドル派の作品はイタリアへと輸出され、フィレンツェのルネサンス遠近法に影響を与えた。ジョットから100年後の1400年代初め、建築家ブルネレスキは鏡面に、フィレンツェの建築の輪郭を写し取り、遠近法を幾何学的な手法で実証することに成功した。彼は、あらゆる建築物の輪郭が、すべて地平線に集約されることに気づいた。 そこで彼は、サンタマリア・デルフィオーレ大聖堂の、当時未完成であった三序盤に洗礼堂を正確な、透視図法で描写し、洗礼堂入り口に面してその絵画を置き、相対する位置に鏡を設置した。絵画には、焼結が開けられており、絵画の裏からその焼結を覗くと、正面の鏡に未完成であるはずの洗礼堂内部が映し出されたと、言う。それは、 本物と見まがうばかりであった。その後すぐ、フィレンツェのあらゆる画家は、幾何学的な投資図法を利用し始めた。中でもドナテッロが、キリストの誕生で描いた、旧舎のチェック模様の床は特筆されるものである。それは、厳密には、正確さを書いていたが、幾何学的な投資図法の基本原則に沿って描かれた、ものであった。直線はすべて消失点へと収束し、 距離によって狭まる直線幅は正確な描画が行われていた。この手法は15世紀西洋美術において不可欠なテクニックとなった。遠近法によってそれまでバラバラな要素の組み合わせだった絵画が一つの統一された場面を表現できるようになった。実作としてはギベルティの彫刻レリーフやマザッチョの描いた絵画が最も早いものである。 投資法によって三次元の世界を二次元の世界に移しながら奥行きのある表現が可能になった。フィレンツェでは遠近法を利用した芸術が急速に開花し、ブルネレスキなどその数学的理論を理解する画家もいたが、それを大っぴらにすることはなかった。彼は友人に数学者のトスカネリがおり、それも数学の理解の一助になったと思われる。数十年後、 ブルネレスキの友人であり、人文学者のアルベルティは、投資図法の詳細な論文、絵画論を書いている。この論文の最大の功績は、円錐図法の小難しい数式を示すことではなく、投影面とそこを通過する交点の道筋を公式化、理論化したことだった。彼は二つの相似三角形と、昔ながらのユークリッド幾何学を用いて、 投影面への座標を算出することができることを示した。1474年、ピエロデラ・フランチェスカは、その著作で、視野内のすべての物体に遠近法を適用する手法を示した。アルベルティの数学的な解説をよりわかりやすく、推理で解説したのも、彼の著作が最初である。フィレンツェで発見された遠近法の原理はしばらく、 この地を出ることがなく、イタリアで起こっている。この大発見が、他の国の画家にも広まるのはもう少し後になる。ブルネレスキの投資図法は、視点に非常に近い対象に対する考慮がされていなかったため、ダビンチは自ら光線の軌道を厳密に計算し直し、より正確なものを構築した。それだけでなく、ダビンチは、新たな発見もした。 幾何学的な投資図法に遠くのものは色が変化し境界がぼやけるという空気遠近法の概念を組み合わせたのだ。彼は遠近法の理解が芸術にとって非常に重要であることを悟り実践は強固な理論の下でのみ構築される。遠近法こそその同票であり入り口でもある。遠近法なしではこと絵画に関して期待できるものは何もないと述べている。 ただし、彼の遠近法は正しいものと比較すると、パースが強く設定されており、誤りがある。東京芸術大学名誉教授である、辻茂は、自著「遠近法の発見の中で、ルネサンス以前の距離点がない投資図法を、天使の遠近法、ルネサンス以降の距離点がある、投資図法を、地上の遠近法と名付けている。遠近法を用いた、透視図は、 以下の方法で描ける。点灯地図法は、消失点へ平行線を収束させることで遠近感を生む手法である。投資平面と角度を持つ直線は奥行きを持つため、投資図へ遮影した際に消失点へ収束する。そして同じ角度を持つ直線群、すなわち平行な直線群は同一の消失点へ収束する。この事実に基づき消失点へ、 平行線を収束させる図法が点投し図法である。一点投し図法一点投し図法は一つの消失点へ平行線群を収束させる図法である。平行線が一つの消失点へ放射線状に収束するように描かれる。投し平面と平行な面があり、その面から奥側へ平行線群が伸びるような構図の場合に一点投し図法を用いる。 二点投視図法二点投視図法は、角度が異なる二つの平行線群をそれぞれ、消失点へ収束させる図法である。一辺が、投視平面と平行で、それと交わる二つの直線が角度を持っている場合に、用いられる。一点投視図法から視点を一軸回した場合は二点、投視図法になる。アイレベルと、平行な直線の消失点は、アイレベル上に存在する。 三点投視図法三点投視図法は角度が異なる三つの平行線群をそれぞれ消失点へ収束させる図法である。立方体のどの辺も投視平面と平行でない場合は三点投視図法になる。零点投視図法消失点は視野内に画面と平行でない直線がある場合に存在する。したがって、 直線的ではない場面をキャンバスに映し取ったとしても、消失点は存在せず、例点透視図法が生じる。典型的な例としては、山々の景色などが挙げられる。風景写真などを見れば明らかなように、遠くの山ほど小さく描けば、消失点のない投資図法においても、遠近感を与えられる。例、投資図における四角形チェス板を用意すれば、 すぐに一点投資図法の水平線と消失点がどこにあるかわかるだろう。チェスンは単純ではあるが有効な手法を提供してくれる。チェスンのマス目に対して水平に覗き込めばそれは一点投資図法の世界であるし、少しンを左右に傾ければ二点投資図法の世界が広がる。板を上下に傾ければ三点投資図法となる。短縮法とは対象物が 視線に対して斜めになるに従って実際より短く見えるようになるという視覚効果を用いて二次元へ投影することを言う。三次元のものを二次元に投資投影するとき短縮法は非常に重要な要素となる。ただし投資投影法を用いない短縮法もあり、例としては平行投影法が挙げられる。建築パースの例。クライストチャーチカレッジ行動。 建築物の完成予想図や俯瞰図などを投資図法に則っ,って描いたものを建築パースまたは建築投資図という設計図面に基づいて下絵を描き場合によっては着彩まで行う正確に消失点を取る必要があり建築学科デザイン学科などの専門知識を要する近年は 3D カナダドルソフトによって作成された CG パースが広く利用されている空気遠近法の例一方自然の風景などにはこういった平行線は存在せず消失点を設定しても正確な絵画は描けない自然を描くのに有効な手法の一つはこれまで述べたような線遠近法ではなく遠くのものほど霞んで見えるという空気遠近法である これは、ルネッサンス期の絵画や、東洋の水墨画などによく見られる手法である。なお、空気遠近法と、色彩遠近法は混同されることが多いが、実際には、色彩遠近法は、空気遠近法の一部に使われている技法であり、同じではない。人間が実際に立体を見た時と同じ視覚効果を得るためには、視差や被写界深度などの影響を抜きにすれば、 どの方向に、どの色が見えるかを再現すればよい。透視図法で描かれた絵を平面に配置し、透視図法を描いた時と同じ視点から見た場合に、限れば完全にこの効果を得ることができる。一方、特に大きな画角で描かれた、透視図の外周部は、異なる視点で見た時に大きく歪んで見えてしまう。これはちょうど新車法図法の外周部が歪んで、見えるのに似ている。 よくある誤解として、投資図法は人間の水晶体による網膜への像の歪みを再現していないため不完全であるとする立場があるが、これは誤りである。網膜の歪みは絵を見る時にも発生するので、絵が網膜の歪みまで再現してしまうと、その絵を見た時には二重に歪みがかかってしまう。1950年代に、 パイロットの視覚研究を行ったジェームズ・ギブソンは、パイロットが飛行するためにはまず背景となる地面を、視覚しなければならないことを明らかにした。ギブソンの地面説に基づいて、その後のフライトシミュレーションのコンピュータグラフィックスでは、角度遠近法と並んで、運動遠近法が用いられている。運動遠近法は、風景の描写以外にも、機体のベクトルの焦点に応じて、 山や雲といった円形の動きを遅く、近景にあたる大地や目標物の流れを早く描画することで観察者に自身の速度や方向などを判断するための視覚情報を与える。遠近法は視覚への対応から遠近図を挟むことによって視覚をいかに面白く再表現するかという行為に変化してきた。逆遠近法という遠くのものが大きく、 近くのものが小さいという手法や、5点、6点を用いた、多数消失点混在型遠近法、天井のものを描くときは、逆からも、消失点を扱うので、点を増やしたりするのに始め、双曲線、放物線等を用いた、双曲線遠近法や、地平線曲線分割型の天使遠近法、直線分割型の地上遠近法等、現在拡張のほどを見せている。 また、中国式遠近法、三炎、との関連、複合による、新式遠近法も施行される。また、五番の目のように線を引いた後に、想像力から偶発的に生まれる遠近法の線、組織状態が、ともいい、遠近術の想像力を試す楽しさの追求にもなる。講義においては、空気遠近法、色彩遠近法、消失遠近法、曲線遠近法、 上下遠金法、頂上遠金法、斜頭小法など、この他にも多数存在する遠金表現の総称として、この語が用いられます。遠金法武蔵野美術大学造形ファイル、競技においては、ルネサンスの時代に確立された、千遠金法を指します。遠金法武蔵野美術大学造形ファイル、荘厳の聖母聖母の誕生大祭司かファの前の、 イエス12、ホフマン、ボルカー、ジョットールネッサンスパースペクティブ、ネクサスネットワークジャーナル、12から1、ピアニッシモ、5から32、バーゼル、スプリンガー、セーツゲービーツジシゲルチョ、遠近法の発見現代企画室1996年 ISBN978 から4から773896152エルキンズ、ジェームズ・オンザ・アルノルフィーニ、 ポートレートザ、ルッカ・マドンナ、ディド・ヤンバー・グアイク・ハバ・パースペクティブル・システム、ザ・アート・ブレティン、73から1、ピアニッシモ、五53から62、カレッジ・アート・アソシエーション、消失点を一つ持つ、一点投資法投資図法、マウ造形ファイル、柿沼のりひさ・石塚ひさを、鈴木明人志、フライト・シミュレーターのビジョン、身体文化論、感覚と、 欲望慶応義塾大学出版会2002年、ISBN4766409248、ピアニッシも421から433。ありがとうございます。